今回ご紹介するのは、こちらの8インチのディスプレイオーディオ。10.5 インチのディスプレイオーディオについてはご紹介したんですけれど、新型のボクシーはこちらの8インチも準備されています。で、こちらのいいところというのは、テレビ、CD、DVD、そういった不要な機能をつけなくて済むようになっています。まあ、それでいて、このようにディスプレイオーディオとして使えるということで、まあ、どれだけの利便性があるのかということをご紹介していきたいと思います。今、こちらはカープレイになっているんですけれど、まあ、このようにカープレイも普通に使えます。で、トヨタのナビにしたい場合は、トヨタボタンを押してあげれば、このようにナビになります。で、ちなみにナビを使ってみたいと思うんですけれども、狭山市駅へ行く。はい、このように普通にナビとして使うこともできますし、なおかつ発話機能もしっかりと使えるようになっています。で、こちらを押していただければまたカープレイ、もちろんAndroid Autoももちろん使いますので、まあ、このような形で携帯をつないであげれば、このように自由自在に快適に使うことができるといったものになっています。で、こちらは普通のカープレイになってしまうと、まあ、YouTube とかもちろん見れないんですけれども、まあ、そうなった場合ですと、例えば、オッドキャストを使ってみるとか、カーブッチとか、まあ、そういった機能を使わなければならないんですが、まあ、そちらに関しては別動画でも上げていますので、ご覧になっていただければと思います。で、こちら注意しなきゃいけないのは、8インチのディスプレイオーディオに関しては、このように、HDMI 端子がありません。なので、まあ、これで、もし YouTube とか動画を見たいと言った場合ですと、まあ、見方はもちろんあるんですけれども、例えば、このように、まあ、Bluetooth もちろん選んでいただければ、オーディオの選択ということで、音楽が聴けるわけなんですけれども、このように、ミラキャストっていう機能があります。これ今ちょっと使えないんですけれども、まあ、これを使うことによって、まあ、HDMI の無線バージョンみたいなものになるわけなんですけれども、まあ、これによって動画を見るということも可能になります。なので、コネクタはないんですけれども、まあ、無線で見るということも可能ということになるようです。ナビはもちろん使えますし、もう一つは、こちら、Bluetooth に関しても、まあ、このように普通に Bluetooth なんかも使えて、音楽もちゃんと聴けるようになっています。あとは、まあ、電話の機能であったり、まあ、これはもうカープレイとかでもついている機能ですけれど、まあ、こういったものも使えますし、あとは先ほど高速道路乗ってきたんですけれども、まあ、このように ETC の履歴が見れたりとか、トリップインフォメーション、まあ、こういったものです。まあ、こういったものも見れたり、こちらの瞬間燃費は 12.9 ですね、今回の燃費に関しては。こういったものを見れたりします。あとは T コネクト、私も初めて使うんですけれども、まあ、このように T コネクト、まあ、オーナーカーになるとこうやって形で契約して使えるようになります。まあ、このように、天気、ネットをつなげて、まあ、天気をこのような形でアプリを起動して見るということも
現在地の本日のお天気は晴れのち曇り、最高気温は10度、12時から18時までの降水確率は 10%、 18時から24時までの降水確率は 30% です。明日のお天気は晴れのち曇り、まあ、こんな感じで読み上げてくれると、まあ、こういった機能がついています。あとは、まあ、ニュース、まあ、こういったニュース情報なんかもここで見ることもできるようになっています。まあ、こういった感じです。まあ、全部文字ではあるんですけれども、こういった文字の読み上げ。1件目のニュースです。随時更新、ロシア、ウクライナに軍事侵攻。2件目のニュースです。ウクライナ大統領、夕方に国会演説、まあ、こういった感じで読み上げてくれます。これがエージェント機能ということで、何かニュースがあったりとかした場合、ニュースであるとかおすすめスポットとか、まあ、そういったものがあった場合に、表示してくれる機能。社内 Wi-Fi は、これは T コネクトの契約の状況によって使える使えないっていうのがあるようです。で、今回のこの車に関しては、今まだ使えない状況になっています。このように購入月1100円ということで、まあ、こういった契約に入らないと使えないようです。T コネクト設定。ここで契約状況というのが分かるようになっています。まあ、こんな感じで、まあ、契約プランというのもこうやって見れる。で、今利用しているものがこの T コネクトスタンダードというやつとコネクテッドナビ、この辺を使っていて、オペレーターサービスとか車内 Wi-Fi っていうのは、まあ、この車ではまだ加入してないといった状況になっているので使えないといった形になっています。まあ、こんな形で、まあ、T コネクトが使えたりとかすると、まあ、いうことになりますので、まあ、結論から言うと普通にナビは使えますし、オーディオも使えますし、でミラキャストっていう、まあ、HDMI の無線バージョン、まあ、これもその機能が入ってますんで、まあ、動画を見たりすることもおそらく普通にできると思いますんで、まあ、そういった意味からすると十分、必要十分な機能というのが兼ね備わっているのではないかなと思います。で、まあ、ここ見ていただければわかるんですけど、まあ、8インチのオーディオで DVD とか CD とかデッキがついてないものに関しては、ここには何もつかないといったものになっています。まあ、ですけれども、まあ、必要十分、大きさとしても、一時期8インチでもかなり大きめのサイズだったので、まあ、全然十分なサイズになっているのかなと。今の最新のモニターと比較してしまうと、もちろん小ささっていうのはあるかもしれないんですけれども、でも5年ぐらい前のナビと比べても、特に小ささっていうのは感じないですし、まあこれぐらいのサイズでも十分使えるものになっているということなので、特に 10.5 インチのナビにこだわる必要っていうのはないと、普通に全然使えてしまうと、まあ、いうことで今回ご紹介をいたしました。ということで今回は新型のボクシーに設定されております8インチのディスプレイナビ、こちらの方のご紹介をいたしました。当チャンネルでは車及びカー用品のレビューを行っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また、チャンネル登録、高評価をいただけますと、今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。